と申します。子ども病院跡地に関する再開発事業の説明会には、地元企業や大手デベロッパーなど33社が出席しました。中央区東神町にあった子ども病院は、2014年11月に東区のアイランドシティに移転。福岡市は跡地となるおよそ1万7000平方メートルの土地を最低価格およそ54億5000万円で民間に売却する方針です。都心部にも近いですし、このように広い土地でもありますので、地域の魅力や市民の暮らしの質を高める機能、また新たな社会課題を捉えたモデル的な街づくり、そういったものにつなげていただければと考えております。福岡市は公募の条件として、医療福祉や健康、教育など市民の暮らしの質を高める機能を一つ以上導入すること、脱炭素社会の実現に向けた機能を有し、住宅は250戸までに制限することなどを挙げています。福岡市は評価委員会の審査を経て、来年1月に優先交渉権の事業者を決定する方針です。